シャーム自由人イスラム運動は、シリアで活動するスンニ派反政府武装組織。アハラール・アルシャーム・イスラム運動、アハラール・アルシャームとも呼ばれる。シャーム自由人イスラム運動は、バッシャール・アルアサド政権の打倒、イスラム国家の樹立などを目標として、主にシリア北部から中部で活動する。勢力は、アレッポ県だけで5000人を要すると自称する。戦闘員の大多数は、 シリア人だが、ロシアコーカサス北部、リビア、チュニジアなど外国出身者もいる。中東、湾岸諸国などで、個人、非政府組織などから寄付を得て、活動資金にしているとされる。運動は、アルカイダの系譜を組むが、創設メンバーで、アルカイダ出身のアブーハーリドスーリーの死後は、アルカイダとの関係が薄まった。2015年以降、アルカイダとの関係を否定し、 独裁打倒を目指すフリーダムファイターとアピールするようになった。運動は支配地内でシャリアによる厳しい統治を行い、検察局、警察、拘置所を設置している。裁判官もいるが、中にはシャリアの知識が不十分な者も,もいる。容疑者には拷問、虐待に相当する処罰を犯している。運動はダマスカス郊外権のサイドナや刑務所で、 習間経験を持つハッサーン・アップードを初代指導者としてアフガンやイラクでの戦闘経験を持ちシリアにおけるアルカイダの代理人と呼ばれたアブハーリド・スウリーラによって建設された。結成当初はシリア軍の車列などに対する小規模な襲撃を繰り返していたが他組織と連携して軍や政府の施設を攻撃、占拠するなど 反体制派内でも有力組織の一つになったとされる。2013年11月、運動は、他のイスラム主義組織と共に組織連合、イスラム戦線を結成し、アブードがイフ政治部門の指導者に就任したとされる。2014年1月、イフに所属していたイスラム軍、タウヒード旅団、シャームの高旅団から、他の反体制派に対して攻撃的なアイスセルに制裁を、 かそうとする声が上がった。運動はこれに消極的だったが、最終的に、イフとしてアイッセルと戦うことを発表した。これと前後して、アイッセルとイフヌスラ戦線、自由シリア軍などが、アレッポラッカマンビジなどで戦闘を繰り広げた。ほどなく各地で、運動とアイッセルの間で講和が結ばれた。しかし、2月に入ると、運動は、 アイスセルから襲撃を受けたとして、裏切り集団、アイスセルとの停戦合意を発揮すると宣言した。これに対してアイスセルは、イフの司令部、メンバーに、廃墟宣告を下した。その後、アブーハーリドスーリーは、アルカイダ指導者、アイマンザワーヒリーから、関係が悪化していたアルヌスラ戦線とアイスセルの仲裁役に任じられたが、アイスセルと思われる組織が、アレッポの運動本部に対して、 自爆攻撃を行い、アブハーリドスーリーら6人が殺された。ただし、アイスセルはスーリー殺害を否定した。このように、アイスセルとの戦闘を繰り返した結果、イフは弱体化した。2015年3月、運動は、シャームの高旅団との合併組織として、シャーム自由人イスラム戦線を結成した。 2015年3月、ヌスラ戦線を含む複数のスンニハブ装組織と共に、ファトフ軍を結成した。イドリブ県の県とイドリブは、2015年3月に、運動とヌスラ戦線を中心とした、ファトフ軍に支配された。4月頃に、戦いの勝利連合を、さらに7月には、アンサール・アルシャリーアのある連合体をそれぞれ結成し、イドリブ県、アレッポ県、ハマー県などで、 政府軍などに対する攻撃を実行した。10月、ロシア連邦航空宇宙軍によるシリア空爆が行われると、運動支配地も空爆にさらされた。指導者オマルは12月に声明を出し、反体制派間の争いや支援の減少などによって革命が弱まっているとし、反体制派勢力や市民の団結を訴えるなどした。2016年1月、 ヌスラ戦線を中心に、ファトフ軍加盟組織の完全統合に向け協議が行われたが、運動はヌスラ戦線とアルカイダの関係性を理由に反対したとされる。ヌスラ戦線は、同年7月にアルカイダ離脱とシリア政府戦線設立を表明した際、運動はこれを祝福する一方で、アルカイダ離脱を証明するよう求めたとされる。ヌスラ戦線の分派。 純度アクサー機構は、伊豆共鳴者も多く、運動と、たびたび衝突した。2016年9月に、運動が純度アクサー機構を破ると、同機構は、JFS に吸収統合された12月、運動は、他の、反対制派と共に法以下のアレッポから撤退し、アレッポの戦いで敗北を起死した。アメリカ合衆国のバラク・オバマ政権末期、アメリカ空軍が、 ヌスラ戦線に空爆を行うようになった。これはピンポイントに JFS 幹部の所在地を叩くものであまりの正確さに運動が情報を漏らしているのではないかとの疑念が生まれた。こうした背景をもとに2017年1月、シリア勢服戦線の旧巡動アクサー機構メンバーらがイドリブ県ザーウィア3地方一帯の運動拠点を襲撃した。JFS は 旧巡道アクサー機構メンバーの波紋で事態収拾を図ったが戦闘は拡大した。運動はイスラム軍、ムジャーヒディーム軍、命じられるまま正しく進め連合と共に旧巡道アクサー機構相当を本格化させた。旧巡道アクサー機構の反運動派は JFS から分裂し、その一部は東トルキスタンイスラム運動の仲介でイズに加わるために落下方面へと移動した。 アレッポの戦いでは、アレッポ・ファトフ軍、新生ファトフ軍、アレッポ軍をはじめとする連合体を結成が形成され、反体制派同士の連携を強化した。しかし、シリア政府軍との停戦が実現すると、反体制派同士は、自らの支配地拡大をめぐって、内部分裂が再燃した。2017年1月、JFS が他の 反体制派拠点を襲撃したことで、ムジャーヒディーム軍、シャームの高旅団、シャーム戦線、イスラム軍、シャーム戦線、命じられるまま正しく進め連合、シャーム革命家大隊が運動に忠誠を誓い、イブンタイミーヤ大隊、ミクダード・ブンアムル旅団が運動に合流した。一方で、JFS は、ヌール・ティーン・ザンキー運動、ハック旅団、アンサール・ティーン戦線、 スンナ軍と共に新組織、タハリール・アルシャアームへと完全統合し、反体制派の武力統合を目指すことを宣言した。こうして始まった、運動と HTS の拡大競争では、HTS が圧倒的に優位な立場に立った。HTS に忠誠を誓った組織には、運動参加の組織が連合した、ハマー軍もあった。運動や、HTS の軍門に振った、組織のほとんどは、 かつて自由シリア国や、恩恵な反体制派として活動していた。運動と HTS は3月初めの和解合意で、勢力拡大競争を収束させたが、両者の散発的衝突は続いた。7月下旬には、HTS が運動の戦略拠点、イドリブ県、バーブハワー国境通行所に進軍し、周辺地域を制圧した。運動は、 バーブハワー国境通行所から撤退し、通行所管理を文民に任せることで停戦した。12月、シリア政府軍がイズとの戦いを一段落させると、イドリブ県一帯やダマスカス郊外県東グルタの反体制派に戦力が向けられた。そこで、運動最高司令官、ハサン・スー・ファーンは、HTS 指導者、アブーム・ハンマド・ジャウラーニー、 サウジアラビア人説教師やウドゥル・ダーム・ハイスイ・ニーラとファトフ軍再興に向けた協議を行った。そして、イドリブ県一帯で反対政,派がシリア政府軍に対して大規模な一斉反抗が試みられた。2018年8月、運動はイドリブ県一帯で活動する国民解放戦線に加盟した。国民解放戦線はトルコが支援する。 武装連合体で5月に結成された。ありがとうございます。